島田秀夫は、岡山県出身出身の会社役員、サッカー選手、第7代日本サッカー協会会長。1928年に、東京高等師範学校付属小学校、1933年に、同付属中学校を卒業。付属中の同級生には、石川香織中村光雄小川平志郎などがいる。旧制水戸高校を経て、 1936年に東北帝国大学法文学部に入学。1940年3月に大学を卒業して三菱重工業に入社した。1941年に太平洋戦争の召集を受けて従軍。1945年にシベリア抑留に会い、1947年に帰国。1948年に 三菱重工業に復職した。1950年に中日本重工業サッカー部を設立し、岡野義貞らと共に選手として、プレー引退後は、同サッカー部部長を務める傍ら、日本サッカーリーグ評議会議長等を務めた。1973年5月に、三菱重工業の取締役人事部長、同年11月に、 取締役大阪営業所長、1975年6月に、取締役勤労部長、1976年8月に、常務取締役補佐、1977年6月に、常務取締役を歴任、1981年6月に、三菱重工業の取締役副社長に就任した。また、同時期に、 三菱自動車工業の取締役も兼任した。1980年から1992年まで、日本サッカー協会副会長、1992年から1994年まで、JFA 第7代会長に就任。1993年の日本プロサッカーリーグ、開幕、2002FIFA ワールドカップ開催地立候補等に、携わった。 また、日本体育協会表議員や、日本オリンピック委員会表議員などを歴任。2005年には、第1回日本サッカー殿堂入りを果たした。2005年11月3日、東京都品川区において、心不全で死去した。ありがとうございます。